はい、ダクマンです。さあ、多くの人がもう夏休みに入っているんじゃないかなと思います。ただ今年新型コロナウイルスの影響で休校も長かったんで、夏休みももう2週間とか10日しかないですって人も結構いると思います。いるとは思いますけども、しっかり勉強は進めてってほしいんですね。進んでるでしょうか。で、この今年は短いとはいえ、夏休みっていうのは受験の天王山、これは今年も僕は変わらないと思うんですよ。で、なぜならこの夏が明けて秋以降って本当に短い時間しかないです。あっという間に来ちゃいます。で、そこでしっかり伸ばしていくためにも夏休みがある。ここでいかに自分の思うように勉強できてるかどうかっていうのはものすごい大事なんですよ。でね、もう僕はね、夏休み現役時代振り返ったら全然やらなかったわけ。もう全く。で、なぜかというと、もう言うのも恥ずかしいんですけど、当時ね、どっぷりアイドルにハマってました。はい、SKE48 ハマってましたよ。今も多分乃木坂とか欅坂ハマってる人多いと思いますけど、一日中ね、動画を見たりとか、あとはメンバーのブログを見てはコメント書いたりとか、もうそんなことしてたらね、あっという間に夏休み終わって、まあ、塾のなんか講習会みたいなのは行ってましたけど、それ以外学校もね、基本もうないし、で、部活もないわけで、時間たっぷりあったのに、全然せずに終わったわけですよ。で、めちゃくちゃ後悔してて、それを。現役時代のあの夏休み。なんであんなにしなかったんだろう。もし、戻れるとしたら、もちろん3年とかね、3年の春とかね、2年生とか1年生とか戻れたらいいけど、極力最悪でも、高3の夏休み、あのタイミングに戻ることができれば、俺はもしかしたら、受かったかもしれない、巻き返せてたかもしれないって、そう思うぐらい夏大事だったなって後悔してるんですよ。で、夏休みってなんかいろんな言い訳して勉強したくない人って多いと思うんですよ。なんか、今年の夏めちゃくちゃ暑くね、暑すぎるからちょっと勉強集中できないんですけどみたいな。いやいや、クーラー使えよって話ですしね。で、いやいや、今年ちょっとうちの都道府県は他の都道府県に比べてなんかめちゃくちゃ夏休み短いからって言われても、その暑さもそうだし、みんな大体同じ環境でやってるわけですよ。で、そんな言い訳をして結局後悔するのは自分ですからね。全部自分に戻ってくるから。だってそんなね、夏暑いから勉強しませんでしたとか言ってね、後で太陽がね、今年の夏は暑くしてすまんな、君にじゃあ勉強時間をごっそりあげよう、あります？そんなことないから。結局自分で言い訳作って自分でしなかって、自分が後悔してそれで落ち込むだけですよ。で、どれぐらい後悔してるかというとね、もう、あの、現役時代の夏からだいぶ経ちますけど、何年も経つけど、毎年夏休みになったら、なんか急に震え始めるんですよね。あ、またこの時期来たみたいな。あの頑張れなかった夏休みが来たみたいな。一応、浪人時代ちゃんと頑張ったんですよ。頑張って克服してるんですけど、にもかかわらず、大学生の時も、あの夏休み。あの全く時間がたんまりあったのに全く勉強しなかったあの夏休みが来たみたいな。もうずっとトラウマなわけですよ。ずっと後悔なわけですよ。なんであの時しなかったんだって。だからこそ今皆さんに言ってるわけ。まだこれから変えられる、これからできる人たちに向けて言いたいわけ。後悔してほしくないわけ、絶対。で、この夏休み終わって、秋以降受験に向けて、この夏休みがやったかどうかが、めちゃくちゃ大きな差として出ると思うんですよ。で、それは成績の差はもちろん、合否の差ももちろんですけど、気持ち、メンタル的なところですごい影響を及ぼすと思うんですね。夏休みしっかりやれた、自分が思うように勉強時間も確保できた、やれたいところまでやった、乗り越えたっていう人、これは秋以降も俺あんだけ頑張ったんだからね、成績上がった下がったさておいてですよ、上がったかどうかは置いといて、俺はあんだけ努力ができたと、頑張れた、じゃあ受験本番に向けてもう一丁ギア上げれるんじゃねって前向きに進んでいけるんですよ、秋以降で。一方で夏休み、あ、思うようにできなかったなとかね、言い訳ばっかして全然できなかった、そういう人はどうなるかというと、秋から頑張ろうと思っても、いや、あの夏あんだけ時間あったのにできなかったとか、めちゃくちゃ重要な期間だって分かってたのにできなかった、逃げちゃった、そしたらこっから先も俺上がるのかな、ちゃんと勉強取り組めるのかな、すごい不安になりながら勉強しなきゃいけないんですよ。それじゃね、やっぱり成績も伸びていかない、思うように。ということで、いかに夏が大事か皆さん分かったと思います。今これを見た皆さんは
まだ変えられます。まだ変えられる。たかが1ヶ月ぐらいしかないって思うかもしれませんが、この夏がめちゃくちゃ大事なんです。だから言いたいことはもうただ一つ、シンプル。サマーイズインポータント。夏こそやりなさいということです。それでは、バイ。神に行こう。